ちょっと久々におしゃれしようと思ったらなんか神様っぽくなっちゃったおしゃれってなんだっけ。ポンコツじいちゃんです。今日はですね、はい、この間食材に出てきた豆苗さんですね。こちら豆苗さんって言います。あれですね、引っ越す前にサボテンを置いてきてしまって、それからもう私は育てれない命をね、あれするのやめようって誓ったんですけど、半年前に確か。でもやっぱなんかずっと一人だし、寂しくなってきて、普通に家族欲しいなということで豆苗を育て始めました。豆苗さんです、よろしくお願いします。アボさんのアボさん、ほらみんなにご挨拶は、アボさんです。アボカドの種です。これも水着突っ込んでたんですけど、なんかどうやら違うみたいで、なんかみんな爪楊枝に刺してたんですよね。けど私竹串しかないんで、今回全くこの宝の持ち腐れているこの竹串を使って、はい、命の蘇生を行いたいと思います。蘇生って違う？なんか YouTube 見てたらこういい感じに竹串刺してたんで、で多分ここにこうそうそう、根だけ出るとこだけ水出せばいいみたいだから、ちょっと上の方がいいよね。これぐらいか、ここら辺なんかどんどん刺していくみたいです。ほっ、おお、複雑な気分、なんかいい匂いするし、とりあえず落ちなきゃいいんでしょ。全然分かってなくてさ、なんかさ腐らせるとこだったわ、アボカドの種。長いな全然おしゃれじゃないし芽が出てきたらすごいおしゃれな感じだったから、あ、でも結構ブスブスさせるな長いブルーベリーせっかくあと2本あるんで、ちょっと申し訳程度にさせておこう。でも爪楊枝ね、いるようでいらなくないですか。だって竹串、だいたいたこ焼きパーティーしようって言ったらみんな竹串持ってくるやん。その竹串、はい、はい、あるよね、最近こういうおしゃれな鏡、なんであんなに割り箸刺さっとるんやろみたいな鏡ありますよねミスっちゃったかもしれない。あ、これこれ、こういう感じのやつ、割り箸の鏡とりあえず命の蘇生が完了したのですがめっちゃ場所取るめっちゃ場所取るやん、どこに置こうかな、めっちゃ場所取るやん全然おしゃれやないやん。ちょっと目がね、アボさんとトミオさんを新しい家族が入ったので、まあ、これでしばらく寂しくはないので、画面見切れてますやん、もうアボさん。目が出るまでは責任取って、目が出るまでなんだ目が出てからもちゃんと大事にできるかな、できんたらなんかお母さんにあげるかなんかするけど、多分頑張って育てようと思います。今日はもうね、ごぼうこの間踊りすぎて折っちゃったんですいません、はい、ごぼうと前回なんかマリネで散々引っかいて、なんかわけのわからないガリガリの人参たちを救出しなければいけないので、これら辺を使ってあるもので作っていこうと思います。目指せ30分いいでしょうか。もう人参はもう切っちゃったもんね、さよならガリガリって感じで。 YouTube 見てたらどうやらこの裏で皮を剥くみたいなのを、いや知らなかったな、こうやって多少なんやら土臭さを残すやらなんやらこんな感じ、こんな感じでいいらしいですよ。これピアスです、これはピアスです。あ、30分で作るんだった
いや革命的ですね。こういう感じでやっていきます。はい、ってあっという間に切ってたな。なんかずっと鉛筆削りみたいなのしてた。10分ぐらい。一瞬だけ水にさらして捨てるやら書いてあったんで、とりあえず言うこと聞きます。こんな感じで肉を次切ったんでね。今度こそこれだとめっちゃ長かったから、えどうしよう、入れてみたけど肉ケーキ屋さんみたい。はい、じゃあごぼうを炒めていきます。あ、人参合体しちゃったらいいかな。一緒でいいよね、分厚いし。いきます。炒めていきます。やりすぎたないつも作りすぎるんだよね。いや違う、鍋が小さいんだ。これフライパンだ。フライパンが小さいんだって。完全にキャパオーバー、大渋滞、密です。密に大丈夫かな。蜜じゃない、肉入れていきます。みりん適当、開いてないんかいいかに普段作ってないか、はい、適当、はい、完成。ということで次2個目、また肉を炒めていきます。油さっきと味付け一緒じゃないかこれこれ一緒じゃないか。あー美味しい。これは私が大好きな釜揚げうどんに近づいてきたんじゃないでしょうか。そしたらうどん入れます。冷凍うどん、この一番場所取ってたんでね、あと2回ぐらいやってうどんを消費しようと思います。あと冷凍のネギ、ネギザクザクが好きです。これぐらい？いいね。イエーイ。あ、茶色いけど美味しそう。今8時10分だから7時、え、20分に作る目標何分だっけ。20分からだっけ。10、20、30、40、50分じゃん50分かかったわでも明日の分もできたから、まあまあよしとしましょう。ただアボカドが危険なんで寂しいんですけど、でもちょっと気持ち心強いんでアボさんとトミオさんと一緒に食べようと思います。意外とポンコツじゃないんじゃないかっていう、ポンコツじゃないんじゃない